肩ロースやバラ肉など5種類の県産豚肉県内67個の養豚農家が加盟する長崎県養豚協会からひとり親家庭福祉会長崎に寄付されました長崎県養豚協会では県産豚肉の消費拡大とひとり親家庭の生活支援のため5年前から年1回県産豚肉の寄付を続けています今年度も 県産豚肉100キロが送られました送ったお肉がですねあのすごいおいしかったっていう県内産の豚肉食べてもらってあの元気に学校に登校してもらったり遊んでもらったりっていうところをあの考えてます寄付された県産豚肉は今月末長崎市内のひとり親家庭生活困窮世帯およそ130世帯に配布されます